Hello， 大家好，我是 Tiffany， 然后他是 Naho， 呀呼，呀呼，真的，他是我的日本朋友。那为什么我今天要找日本朋友来呢？因为我今天要教大家吃零食的时候描述这个零食好不好吃的各种实用的日文。どっちから行く？これから。これだし。だしチップス。え、どういうこと？だしが？だしのチップス。え、でもなんかわさびが書いてある。辛いかな。これダシップスのわさび風味。いただきます。え、辛いのは何かってなんだ。いい匂い。カリカリカリという意味。うん、カリ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 ゴリゴリカリゴリカリカリってもっと薄いってこと。うん、あ、これゴリ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 って感じ。え、ちょっと甘いね。うん、最初はちょっとしょばかったけど。そうですね。うん、全然辛くないね。うん、うん、これなんという。清楚な君に。清楚な君にボリボリ。マジでボリボリだね。うん、ボリボリ。あ、ボリボリだ。カリカリとボリボリ。ヤサミのゴリゴリって何？ゴリゴリ。自分で作ったこと。変な人誘っちゃったかな。誘ってないと普通普通。ボリボリゴリゴリな感じ。自分的に、うん、私的にゴリゴリって感じ。飲み物飲もうよ。これは、うん、まるで無理しゅなソン&コール。ノンアルコール。そうじゃなかった。まるで梅酒なノンアルコール。はい、要するに没有酒精的美酒啦。うん、意味わかんないけど飲んでみよう。飲んでみよう。ありがとうございます。本当だ、梅酒。どんな匂い？梅酒。今一応日本語教えてるけど。あ、そうか。なんか鼻にこうツーンとくる感じですよね。ツーンとくる。そう。あ、甘い。甘い。梅感があんまりない。ね、うん、甘い。あ、おすすめしません。雑。だって甘すぎるよこれ。待って、なんか相場割りとかありますよ。ロックで。これストレートで飲んじゃいけない。美味しそう。これ格力高果汁饼干草莓巧克力。いい。つぶつぶ梅。つぶ。いちご梅。いや、中国語の発音一緒だから。あ、そうかそうか。そう、ありえる間違い。つぶつぶいちご、確かにいちごはつぶつぶだね。うん。普通の子って言いましたね、だいぶ。あ、かわいい。まるでいちごです。あ、すごい。一応ピザじゃないこれ。うん、うん、これがなんかサクサクって感じ。あ、サクサク、うん、じゃあさっきのサクサクじゃない。うん、ゴリゴリ。こだわってる。そんなに甘くないね。うん、ちょっと酸っぱい感じがする。でもつぶつぶは知ってない。うん、でも普通に美味しい。次はキノコです。健康に良さそうです。うわー、キノコだ。うわ、ほら、本物です。あ、辛い。辛い。ん？これ、お味知ってる？あ、でもキノコの味は知ってる。うん、うん、わさびは最初に。うん、これは最後です。イエーイ。これすごい楽しみ。うん、期間限定の贅沢抹茶のこれチップスだよ。チップス。うん、甘しょっぱい大人の贅沢って書いてあるから。楽しみです。うわ、すごい。結構なんかこれもわさびな感じがするけど。そういうこと。あ、甘い。甘いの。うん、ほのかになんか抹茶のチョコの。うん、あ、おいしい。あ、カリカリ。うん、うん、パリパリ。なんでパリパリなの。パリパリ。カリカリじゃなくてパリパリ。うん、パリパリ。本当に日本人みんな使うの。パリパリ。
パ？パリパリ。じゃあランキングしよう。うん。なおちゃんの1位は？これ。これ。きのこ。1位？うん。じゃあ次？次？どれかな？これかな？これ。うん。じゃあ一緒やん。3位？これ。4。5。5。一緒！全く一緒！これマジダメ。やばかった。最下位、最下位。うん、結構ね、甘いし。そう。でもソダがあったら多分違うかな。そう、うん、え、ね、ソダのこういう感じって何？シュワ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 、うん、シュワシュワ、そう、シュワ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 ってボッポッポな感じなの。うん、ボッポッポって感じ。そう、ボッポッポって感じなのにシュワシュワなの。そう、シュワ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 。お風呂のはボコ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 。そう、こういうなんかよりでっかいやつ。そう、ボコボコ。そうなんだけど、これはシュワシュワ、シュワシュワ。そうそうそう。なんかこれは多分シュワシュワにしたら美味しいと思う、うん、確かに。この3つはマジで美味しい。美味しい。シイタケはマジで美味しい。喜欢这个影片的话记得帮我按赞然后记得订阅我的频道，然后我们每个礼拜都会出新影片。如果你想要追踪我的 Facebook 跟 Instagram 的话，可以用讲日文的台湾女生搜寻我。那我最近也开了 Twitter， 是用日文写的，还有部落格，大家可以去看。那差不多就是这样咯，拜拜。那今天的影片要感谢甘仔店的零食赞助。这家公司是我在以前接日文翻译的时候曾经接触过的一家公司，然后他们就人很好的提供我超多的零食让我拍这次的影片。那因为太多了，还剩下很多之后的影片会再用到，大家可以期待一下哦。